ということで BICC ラリーオブつまごい2012にやってきました。ねえ、雪合戦が大好きな大人の皆さんです。雪合戦じゃねえっすよ、雪遊びだって言ってたの。雪遊びに来たんでしょ。誰も雪合戦しに来てねえから頑張って走って、また雪壁にこすりながら、はいはい、うちのマジカルカーもいかに強いか宣伝するためにやってまいりました。でもね、雪楽しいです、面白いです、はい、でもゴールまで頑張ります。さあ、そして謙虚だね。あれ、ねね、僕も雪のラリー初めてで。マジ、はい、お前長野住んでんじゃねえんかや。住んでるんですけど、FF で雪走るの初めてなんですよ。一緒でしょ何やってんのあんたたちはさっきからちょっと今日、さんカメラ回って邪魔するんですよ。あ、もう、もう、しない。かなりちょっと難しいので、もういいほっとこ。じゃあね、とりあえず最後にやっぱりここはね、アライブ町どうですか、意気込みを。こっちじゃねえだろあれ、あれ、これはあれ、アライブ町でしょ。あれ出てるんだよね、プロデューサーさん。そうね、僕は走るからね。うわさあ、おじさんたちがいよいよ雪遊びに出発です。この BICC は全国でも稀なスノーラリーだけあって、全国から数多くのラリーストがエントリーしています。長谷川社長も大阪から、お疲れ様です。BICC ラリーオブつまごい2012は初日のデイワンからトラブル続出の大波乱。藤本的にはこいつらの体を張ったお笑いが最高です。 BICC ラリーオブつまごいのデイ2は早朝からスタートします。私はこの時朝の温泉タイムだったので分かりませんが、相当寒かったんでしょうね。デイ2の SS が始まりました。このランサーは地元つまごい村の黒岩選手と安藤選手。この走り圧巻です。その後も BICC トップランカーが続々とカメラの前を駆け抜けていきます。カメラマンも必死。アライブ長が来ました。雪の壁を使って強引に車をねじ伏せます。うん、性格が出てますね。このステアリングさばき、なぜか笑ってますが、とにかくすごいですよね。おさむちゃんです。今回からインプレッサを投入ですが、苦労しているようです。朝倉ちゃんも無事に通過です。順調なようですね。なんか嫌な感じ。続いては長谷川社長、数日後の車両展示が決まっているので絶対に壊さない走りに徹しています。一番の問題児も無事のようです。 SS スタート前に俺様の生き様を見ておけと大きな口を叩いてスタートしましたが、走りはそれとは裏腹のようです。あれ、そういえば山下さんは、山下さんは凍った路面でスタックして脱出不能に。ここにも問題児がいました。このインプレッサー、バンパーが 2WD のプロトンはチェーンを巻いての SS でもこのスピード、さすがアジパシドライバー&プロトンですね。ラリーはこのまま順調に、そう思った矢先、アライ部長がこのラリー2回目のスタック。面白いのでスローでも。また藤本家の家宝が増えました。
で、この問題児がまたと思ったら、山下さんが、この人が一番信頼できるドライバーだと思っていたんですが。来週はサービスパークでのみんなの言い訳大会です。笑いますよ。お楽しみに。飛び出しました。面白いんですけど難しいです。 BICC ラリー終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。みんなここにいることはみんな無事だったってことだね。ねえ、それがもう何よりでしたけどね、本当に。まあ、あの気になるリザルト結果なんですけど、はい、まず新井部長、はい、とてもですね、皆さんに公表できるような結果ではございません。だからいない、はい、そうなんです。え、はい、ちょっとお風呂に逃げました。はい、はい、そうなんだ。なくなっちゃった。口聞いてくれなかったの、そのせいだ。あ、そうそう、逃げただけです、単にね。はい、で、山下さんは俺にも聞くか。はい、雪山に参りました。素直でよろしいね。埋まったら、とか長く止まったらリタイアにしなきゃいけないんですって、うん、知らなかった。まずルールを覚えましょうね。ね、ね、でもね、でもね、その後出してもらって、ちゃんと最後まで走ってきたよ。すごい楽しかったです。はい、どうでした？僕は約束通りちゃんと完走しましたよ。完全完走。いやいや、僕はもう有言実行とかなんで、はい、でも重要ですよね、最後まで走り切るってね。まあまあ、いつも言ってますけど、あのラリーっていうのはスタートしたところに帰ってくる、それが言語だということなんで、私はそれを着実に守って、しかも 何発か刺さりましたけど、あのバンパーもちゃんと残ってますから、後でまた見てください。うちの商品はやっぱり世界一です。実証済みということですね、今回です。はい、一番心配だった P、 ちょっとどうでした P は。加瀬さんどうでした P。 まずね、小ドラの加瀬さんにちょっとお話の方聞いてみたいの、どうでした。そうですね、本当ラリー初仕様とは思えない、何事もない天才です。100年に一度の一回証明、証明された。おお、加瀬さん正直な、でもね、正直な、車無傷なの、びっくりするぐらいね、すごいね。あの車もマジカルカーボン貼ってるでしょね、そのおかげですね。そのおかげだ。で、あのなんか永瀬社長真ん中にいらっしゃるのは、はい、今日は今日監督で、あ、僕 P の監督、はい、監督してきました。どうですか、監督から見て今日ね、午後2本目最後のループ全開でって言ったんですけど、はい、でも加瀬が抑えてたみたいな。そうなんですか。いやいやいや、あの終始大人の走りを。もうちょっと今日、今次回はプッシュで、はい、プッシュ。はい、プレッシャー。朝倉ちゃんどうでした。いや、今回ね、本当雪初めてだったんでちょっと怖かったんですけど、無事、完走ですよ。あ、ありがとうございます。これは結構ね、良かったんだよ、すごい。はい、ちょっとリザルト実は新井さんより全然早かった。あ、結果はリザルトは新井さんより上だったって話なんですけど、リザルトは何だったんで、総合で 13位、13らしいです。おさむさんは、あれあれおさむさんは、おさむさんね、先輩だから、まあ、間違いなく一桁ですよね。またまた、そんな何そう、リザルト聞いてるだけの話でしょ。いやいや、おかしいでしょ。だから先輩何だったのか、いいじゃないですか、回ってるのに。何あれ、ああ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 ね、皆さん、ラリーって本当に楽しいでしょ。詳しいリザルトはこちらのホームページで。来年は私も参戦しちゃおう。